うん、紙袋の中なんですけど、うん、中には赤ちゃんが入っていやしませんか。これ何人もあったの。もうなんか紙袋の上の髪の毛のようなふさふさしたものが気になって気になって、ここの襟の、あーなんだびっくり、うわ怖い、怖いですね。それロッカーに入れに行ってるとかそういうのってめちゃめちゃ怖いですね。怖い、そんな深いあれじゃないです。あれは桜井さんの服にフード、毛がついてるのかな。それがちょうど紙袋の上から出てるように見えないこともないの、私も言われてみたん。ってことは外人ですね。あ、でも黒、茶色いような黒いような毛に見えるんだけどね。あれ何が入ってるんですか。あれ綿ですよ。それはそれは本当に撮影だ。本当の撮影の時のだ。じゃあ何が入ってると思って大事に夢がないな。まあそうな、もうみんながガタってマブラジオの前で綿なんだ。綿なんだ。いやじゃなくて、うん、要するにエブリシングっていう、なんつですかね、うん、とにかく全てをもう一生懸命こう突っ走ってきたんだけど、うん、もういろんなものをもう同時になくしてきたわけで、うん、それは僕のことを言ってるようでもあり、うん、それはいろんな人の人生もそうですけど、うん、でその時にふと自分ってふと裸の自分になった時、もう何にもとにかくもう全部捨てた時に、うん、例えば火事になったり、うん、何か大変なことがあった時に、うん、これだけは絶対に持っていこうっていう、うん、何かがあの中に入ってるわけですよ。あ、なるほどね。それが綿だったんです。わかりやすいですね。